おはようございます。9月24日第36回ポゴナカワイのアニマルラジオになります。今日の一匹はね、佐々木養魚場さんの、江戸川五色です。結構ちっちゃいサイズでね来て、あちょっとこれは落ちるかなと思ったら、ね、まあどうにか綺麗に育ってくれています。なんか炭もね、細かく乗ってるのがまだ今のところ落ちないでいてくれるので、いい感じで育っていますね。よいしょ。佐々木養魚場さんはいろんなタイプがあるんでね、面白いなと思うんですけど、まあ、いろんなお店に最近ちょっと一番の方に結構出てるみたいで、探しやすい、自分の好みとこう選べやすいと思うんで、まあ、気になる方はね、ぜひ、自分好みの一匹を探しに行ってみてください。まあ、数がいるっていうことはね、自分好みの一匹を買える、いないからね、これで買おうっていうよりはいっぱいいる中で自分のね好きな魚を選べるってすごい楽しいことだと思うんですよね。なんでぜひ、気になる方は探してみてください。まあいつも赤目ばかりだったんでね、ちょっとたまには違う金魚と思い、まあ結構いい感じで育ってきたんで乗せてみました。まあ、体型もねこのスッとしてなんかちょっとかっこいいんですよね、この魚。なんて言ったらいいのかよくわかんないんですけど、まあ体高上がるのはもちろん好きなんですけど、こいつはこいつで、ね、すごいかっこいいの、もう最初からなんかちょっとかっこいいなと思って、ちっちゃい時から思って育てたんですけど、でかくなってもやっぱりそのままかっこいい形が維持されているので、いいなと思います。さて赤目なんですけど、昨日ちょっとねある人から情報をいただいたんですけど、まあその人がね教えてくれたやつが本当だとしたら、僕が赤目を再開してからね散々言われてた遺伝の話とは全く別の話で、そっちが正しいとなるとね、やっぱりいろいろ情報っていうのはいろんなところから入れるべきなんだなっていうものの一つになると思います。はい、でそれがね理論的に正しければ、面白いことがさらに進むのかなと思ってるんで、ちょっとねそれを精査する時間をもらって、まあある程度ね分かったらそういうのをまた載せてこちらでね、いろいろ話したいと思うんで、情報いただいた方ありがとうございます。とても勉強になりました。本当ね、こういうのでちょっとずつでもね、情報が増えていくと、新しいことが分かったり、正しいことが分かったり、ね、でもそれってアンテナ張ってないといけなくて、まあいろんな情報をね、自分に入れて、まあそれをまあ、なんていうんですかね、検証する作業とか、そういうのも大事になってきますよね。もちろんもうやられてる方もいらっしゃると思うんで、そこをねどういうふうに自分で持っていって、どういうふうにその情報を使うかっていうのが、すごい大事だと思っています。なんでね、かたくなにその人の意見は聞かないっていうんじゃなくて、人の意見も入れつつしっかりねそういうものを入れながらやっていくと、まあ一番正しいのはその本当の真理っていうのは多分一つしかなくて、そこの真理にたどり着くまでみんなでワイワイやってて俺が正しいってなるんですけど、本当の真理というのは多分そこに対しては一つしかないんでね、その一つの真理を見つけられるように、しっかり勉強していきたいと思うし、これからもいろいろね探っていきたいと思っています。ということで今日はね金魚の方は、久しぶりにまたちょっと違った金魚、赤目じゃない金魚を乗せてみました。で赤目の印象持ちは何て言うんですかね、カメもねちょっと変わったやつ、セイロンヤマガメって言うんですけどね、これは確かねあれこれアメリカ CB だな、アジアのカメなんですけど、アメリカのブリーダーさんが増やしてるやつをね、普通にベビーできてだいぶ長く飼って、オスですねこれ、多分これぐらいへこんでると多分オス間違いないです。結構微細なねへこみ具合でね、そこから一気に来るんで、こいつは多分間違いなコースですね。まあ今後日本に入ってくる可能性が低いカメの一つでありまして、まあアジアのカメってね、ほんと今後かなりのね確率で入ってこなくなると思うんですよね。まあこういう風に萌え木箱がしっかりっていう感じなんですけど、なんで入ってこなくなるかっていうと、まあやっぱり食用にされたりね、開発で住処がなくなったり、まあ乱獲でいなくなったりね、まあ様々な理由があるんですけど、結局カメが生きにくいような世の中になってしまったということですよね。なのでその辺でカメが減っていくということを考えると、まあ、今後アジアのカメ、まあ、アジアのカメ以外もね、
結構大変なことになってるんですけど、まあ、アジアっていうアジア地域っていうのは特にね、まあ、食べてしまう人たちもいっぱいいるし、で開発でねどんどんこれから発展していっている地域もいっぱいあるしっていうことでね、でもペットトレードとしてもやっぱりね、お隣の中国も亀に関してはかなりね、ペットとしての意識が高いので、そういう、ね、ペットルートに乗ってしまうことっていうのもあったりするんで、どうしてもね、やっぱり難しくなってきている世の中だと思います。まあ、本当で言えばね、ミドリガメの色変わりみたいのを楽しめるような文化、それが結局ね、ヒョウモントカゲモドキをね、みんなレオパっていう、それと同じような感じでね、飼育に向いたカメっていうのがね、作られると本来はいいんですけど、ただ、ミドリガメに関してはすごい飼いやすくていいカメなんですけど、その飼いやすさがゆえにね、日本に帰化するっていうことになってしまい、まあ、ペットとして飼育するっていうのが、まあ、基本的には多分、許可がいらないで、飼育する分には大丈夫。あとは、まあ、増えた人からね、まあ、知り合いから友達からとか、まあ、飼えなくなった人からもらうっていうのは多分ありだと思うんですけど、まあ、増やしていいかっていうところはちょっと僕確認まだ取れてないんですけど、ただ、飼育していいよって話になってるんで、まあ、その辺はある程度ライトなのかなっていうところだとは思ってるんですけどね。まあ、そういうふうに、まあ、お金を出して買うペットとしてではなくてね、まあ、知り合いからもらったりするものになってしまうのか、あとは川で拾ってきて自分で飼うとか、そういうふうな感じになってしまうのかなと思うんですけど、まあ、色変わりがいっぱいいるんでね、本当ペットとしてのカメとしては、本来であればすごい優秀な生き物であるはずだったんですよね。中国でかなりの数増えてますんで、これがね、たくさん入ってくれば値段も安価になってね、買いやすくなる。ただまあ買いやすくなった結果捨ててしまう人がね、出てしまうっていう、ね、悲しい結果なんですけど。だから今度クサガメがね、入ってくると思うんで、クサガメがどうなるかですよね。まあクサガメはちょっと古い時代に入ってるから、おそらく特定外来の扱いにはならないとは思うんですけど、まあ色変わりもいろいろあるんでね。まあ、赤ミミガメの次はクサガメなのかなっていうふうに色変わりでは思うんですけど、ただまあそれが加熱するとね、結局また生き問題とかそういうのが出てきてしまうので、まあ、そうならないようになってほしいなと思っています。本当にねペットの話っていうのはすごい難しくて、まあ、堅苦しい話なんでねあれなんですけど、ただねいい生き物をね手に入れたいなっていうのはみんな同じだと思うんでね、まあ、その辺は自分たちで好きなものを探してそういうものを買えるかどうか、ね、探りながら、お店で探してみると面白いと思います。昨日あとね、なんだっけな、なんとか沼に行ってきて、柏ですね、嫁がテレビでね道の駅が出てたから行こうって言ったらすごい人がいて、まあ、かなり食べ物もほとんど売り切れちゃったりとかっていう感じだったんですけどね。でその帰りに柏の諏訪神社っていうところにね、爬虫類イベントでいつもお世話になってるケーズプロメディアさん、これが諏訪神社の神主さんですよね。で、たまに僕お参りに行くんですけど、厄払いも前厄の時に一回行ったのかな。で、あと夜とか暇だとちょっとね、あっちの方通って帰ってきて、お賽銭投げてお参りして帰ったりしてたんですけど、久しぶりにちょっと柏の方行ったから寄ろうと思ったら、駐車場止めたらちょうどね、出てきていらっしゃる、ちょうど出てきたところで、久しぶりに、久しぶりじゃないな、イベントで結構会ってるんで、ちょっとお話しして、お参りして、やっぱすごいですよね、神社で爬虫類イベントのね、告知のね、ポスターだったり、チラシが置いてあるってすごいなって話をしながら帰ってきたんですけどね。まあ、たまたま会わなかったんですけど、この間のランのイベントにもいらっしゃってたみたいで、僕、すれ違いだったんですけどね。植物の方なんで、まあそうだよなと思って。で、次は東京ビッグサイトにね、ケーズブロメリアさん出展されるそうなんで、ブロメリアと、なんだっけな、シダ系とか、あと、美覚もちょっと出してますね。なんで、東京ビッグサイトの、イベント、出展されてるので、気になる方はぜひそちらの植物のイベントも、植物の方もね、爬虫類イベントに入れば植物が見れるんで、ぜひ、足を運んでみてはいかがと思います。ということで、今日も天気が悪いので、多分今日は家でじっとしているかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ散歩ぐらい行けたら行きたいなとは思うんですけどね、まあ天候次第って感じです。そんな感じで今日はのんびり一日過ごしたいと思っています。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。